ローランス・フレイリクは、デンマークの画家、版画家である。歴史者などに挿絵を描いたことで知られる。フレンスブルクの王宮やフレデリクス・ボー城の、室内装飾画を描いたことでも知られる。コッペンハーゲンで商人の息子に生まれた。家族の反対はあったが、美術の道に進み、子供時代に、風景画家のマーティヌス・ラービューや彫刻家のビスンに学び、後にエカスベア・やケプケにも学んだ。 1840年以降の33年間をほとんどデンマーク国外で過ごした。はじめ、ミュンヘンとドレスデンに住み、ロマン派の画家、フューリッヒ、リヒター、ベンデマンらの影響を受けた。1846年から1851年の間、ローマで過ごした後、22年間は主にパリで暮らした。シエ画家のリヒターの影響で、はじめシエ画家、 同伴画家として知られるようになり、様々な書籍の挿絵を作った。その中には、ギリシャ神話のヘイローとレアンドロスやデンマークの歴史物語、ジュールベルヌの短編小説の挿絵などがあった。パリで1000点近い子供の生活を描いた基本画を制作し、フランス、デンマーク、イギリスで出版され、国際的な評判を得た。1873年から、 デンマークに住み、1882年にフレデリクス・ボ城の天井画を描いた。コッペンハーゲンの視聴者の装飾も行った。1883年には30枚の同伴画の作品の北欧神話の神を完成した。その後も新聞、書籍の挿絵を描いた。1877年にデンマーク王立美術院の会員に選ばれ、1890年に 断念風呂勲章を受訓した。ありがとうございます。